大阪市立住吉市民病院は、大阪府大阪市住之江区にあった病院。地方独立行政法人大阪市民病院機構が運営していた。大阪市南部の地域医療を幅広く担うとともに、産科・小児科の拠点病院として、小児医療、週産企業の充実に力点を置いていた。2008年3月に、地域週産規模市医療センターの認定を受けた。 内科、精神神経科、小児科、外科、整形外科、小児整形外科、泌尿器科、産婦人科、眼科、自病耕科、放射線科、麻酔科、女性専用外来、助産師外来の各診療科を設置していた。2018年3月末をもって閉院した。後地に同法人による住の江診療所が4月2日に開院した。病院の全身は、 1925年に西成区津森町の現在地に設置された大阪市立桃山病院津森分院に遡る大阪市立桃山病院は現在の大阪市天皇寺区にあり伝染病専門の病院だった津森分院でも必要に応じて伝染病患者を収容し治療に当たっていた一方百四十七年五月には利用者数が少ないとして 大阪市立上町市民病院が廃止された。また1947年には、外国実業団代表宿舎に転用するとして、大阪市立大木町市民病院が廃止された。1947年には、大阪市立桃山病院、つもり病院内に、住吉診療所を設置し、廃止となったに病院の機能を移転する形になった。これらの病院、診療所が母体となり、 1950年10月に大阪市立住吉市民病院として現在地に発足した。発足時の規模は旧診療科、許可病床数185床だった。1971年には大阪市立高等看護学院を病院内に併設した。しかし住吉看護専門学校は1996年に宮古島区に移転して、 大阪市立看護専門学校へと改編された。また1972年には、敷地内に大阪市立助産府学院を併設している。2014年10月に、地方独立行政法人化された。2005年の時点で1960年代より、累積欠損金と不良債務が積み上がっている上に、建物も1950年に建築されて、老朽化している状態で、 病床利用率も年々減少しているなど、経営収支自体も悪い状況であった。財務状況が悪い要因としては、大阪市の市民病院の特徴として、他の埼玉、大分、香川を例に比べても人件費と給与が、のきなみ高くて、県の自治体の公的病院との比較で非効率による7.3億円、民間との比較で非効率による8.7億円の差がある。 市民病院事業自体が2005年度末で累積赤字が342億円、不良債務116億円となっており、新規債券発行すらできない財務状態である。大阪市では2011年に最も建物が古い大阪市立住吉病院を建て替える計画を決定したが、橋本徹大阪市長の大阪府市統合計画に伴い、 二重行政解消の一環として、同病院を隣接する住吉区にある、不立急世紀、総合医療センターに、母子医療センターを新設する形で統配合する方針を示し、二千十二年に、不資料議会で同方針が可決された。しかし、当時の議会では、統合にかかる費用が、現地建て改案の費用を下回るとされたことから、統配合を決定したが、実際には、 統合にかかる整備費用は80億以上と建て替え案より高額になることが2017年9月の市議会で明らかとなった。また、地域のセーフティーネットの役割を果たしてきた市民病院の兵院には反対意見も根強く、市議会では責任を持って後地に民間病院を早期誘致するとの付帯決議が付けられていたが、市の民間病院公募は3回失敗し、橋本の後に 大阪市長となった吉村博文は2017年11月に代わりに交際委員の機能を私立大病院に関し移転する方針を表明した。私立大病院の開業を目指す2023年頃までの間、住吉市民病院の跡地には暫定的に住のえ診療所を開設するが、小児科と産婦人科の外来のみで入院はできない。ありがとうございます。